岩田と遠山でスタートしました。まずはこの満塁、大きな分岐点でした。そうでした ね、ここでねどうなってしまうのかなというところで踏ん張りましたよね、はい、これ正直言って紙一重ですよね。紙一重です。いい音してますもんね、はい、5-4-3 宮崎をダブルプレーです。宮崎にしたらハードラック。そうですけどね、はい、1回京山ツーアウトランナーなし、糸井がフェアゾーンいっぱいに入れるツーベース。まあ、この辺りでねはい、カットボールが非常に甘く入り始めたんでね、はい、こういうヒットになりましたけれどもね。得点圏打率4割を超えるサンズがタイムリー。矢野監督はこの歓声が今までとはだいぶ違っていたという話でした。2回の岩田、倉本を見逃し三振、三者凡退です。2回京山にツーアウトランナーなしで木浪はほとりと落ちて緩めなかった走塁、二塁を落とし入れました。ナイスランですね、はいはい、3回ワンアウトランナーなし、梶谷を空振り三振、外ピッチャーゴロ。まあ、この辺りの岩田投手は、ね、非常にナイスピッチングだったですよね、はい、いいゲームにしてきてましたね。1球1球は良かったと、はい、いうことを言ってましたね、はい、しかし4回オースティンに初球、右中間の7号ソロです。まあ、ツーシームがちょっと高く入ったんですけれどもね、はい、まあ、そうですね、ツーシームの怖さですね。そうですね、5回高く甘く入ると動かないですもんね、はい、ワンアウト二塁三塁、梶谷は打ち取られたスライダーを待っていたと野口さんの解説、うん、そうですね、はい、まあ、反応とか見てるとそうだったんだろうなっていう感じですね、はい、で一塁三塁で外は楽々の犠牲フライです。まあ、これ犠牲フライで済んでよかったと思いますね、今思えばね、はい、それぐらい甘い球でしたよね、はい、そしてエドワーズが甲子園初登板、開幕戦以来の登板です。右肩を痛めていまして2軍調整を続けていました。佐野がセカンドフライ、このアウトはありがたいと。そうですね、まあ、佐野選手はあれだけ、ね、押し込んだんですからね、はい、球の走りは良かったんでしょうね、はい、倉本はライトフライです。そして一つのポイントとして、野口さんが挙げたのが攻撃との兼ね合いで京山が続投になりました、はい、ここで付ける隙があると、はい、そうですね、現に、ね、この前大山選手のアウトにはなってるんですけど、非常に甘い球が来たです、ね、でこの郷和選手にも甘い球が来た、はい、というところで、ね、少しメンタル的にちょっと違ったんじゃないかなと思います、ね、スイッチを5割ぐらい切っていたんじゃないかという想像ですよね、はいはい、7回は岩貞、中井を空振り三振、梶谷をファーストゴロです。完璧ですね、岩田選手はね、はい、岩貞そして岩崎、この2人のリリーバーグッドジョブですね、はい、エスコバーを攻めてのツーアウト一塁三塁はサンズはショートゴロ。エスコバーは球速かったですね。あ、もう強いですね、本当にね、で8回です。これがまあ一つの勝因です。流れを呼び込んだ岩崎の投球、岩貞岩崎岩コンビですね。うん、まあ、今のはねちょっとラッキーはありますけれどもね、はい、まあ、それ以外はもうほぼ完璧ですよ、はい、怖いところです、はい、でノーアウト一塁、ボーアの打席でこれはちょっと国吉が荒れてました。そうですね、パスボールよく止めたと野口さんは東北は思いますね、はい、それはキャッチャー目線そうですよね、はい、ちょっとインサイド行きにくいですよね。行きにくいですよね、はい、オースティンの守備を考えて藤本コーチのこれが、はい、ナイスジャッジもありましたね、はい、ファインプレーですよね。木浪は井上コーチのささやきでセンターへ犠牲フライです、はい、コーチ陣もグッドジョブしてますね。そうですね、はい、さあ
こうなればもうスアレスです、はい、もう完璧でしたね。もうそうですよね、はい、もう新内登場の空気ができてますね、はい、これだけ早いですからね、今フォークもさらに行きますよね、はい、山下をショートフライで接戦を終わりました阪神タイガースです。ボアがお立ち台に立ちました。それではリポーター桐山隆アナウンサーです。お願いします。